来た？おっしゃー、店内 Wi-Fi 最強、店内 Wi-Fi 最強。皆さん誠にお待たせしまして、誠に申し訳ございません。お持ち参りでございます。どうもこんばんは。聞こえたぞ。 OK？ 店内 Wi-Fi、 店内 Wi-Fi ありました。コメントしてくれた人ありがとう。店内 Wi-Fi ありました。今日はコメント通り、私プロゴルファーになっちゃいます。今日はね、プロゴルファーになるために、今日は第一歩として放送を、ね、したいと思います。ちょっと急に何言ってるか分かんない人もいるかもしれないんですけれども、本当に思いつきでやります。それではまず小手半読みからしていきたいと思います。小手半を、アットマークのアットマークでお名前をつけていただけたら、今日はちょっと iPhone 放送なので、ちょっと小手半残ってる方はね、登録されてないんです。で、またね、アットマークつけていていただけると嬉しいなと思います。はい、読んでいきます。中中さん、カビヒルさん、アグさん、TKG さん、シロトさん、翔太郎さん、ベースクさん、プロゴルファー、サルと聞いて、シュガーさん、オーナントラツキさん、激落ちさんいらっしゃい、セツコさん、黒船さん、クータロさん、チハタンさんいらっしゃい、ビお、オルシバさん、モールスさん、コテハンさん、アズさん、リアボロさん、カジュさん、トンボさん、ヘソのヘソさん、エスティシャンさん、カブアル、バイスパさん、ニコムさん、お餅のビラビラをイメージした生ハムチーズを食べたさん、キャリー君、モチオさん、テテヨさんいらっしゃい、ボスさんいらっしゃい、ワコマイン、カズシさんいらっしゃい、お餅のビラ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 さんいらっしゃい、マルガリータさんいらっしゃい、カオルさん、お餅のうんちをなめたいさんいらっしゃい、アイムソーリーさん、セクシャルバイオレンスチンチンさん、ペプシコーラ君、お餅のビラビラでホールインワン決めたいさん、お餅のビラビラにホールインワンしたいさんいらっしゃい、先住民、アグさん、コウさんいらっしゃい、ミノヒコさんいらっしゃい、いらっしゃい、ありがとう、ナナカップさん、FJR さんいらっしゃい、ニンタさん、ハトさんいらっしゃい、ニコ生超エリートシコ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 生部隊さんいらっしゃい、イノさんいらっしゃい、ピーマンさんいらっしゃい、ベータさん、ヤコウさんいらっしゃい、ガオさんありがとう、ソクジムさん、ヒデイさんいらっしゃい、それぐらいかな、ルフィさんいらっしゃい、マイドーさんいらっしゃい、よっしゃ。ではまずね、靴を着替えたいと思います。ヨンデヨさん、お持ちのビラビラでチンポスリスリしたいさんいらっしゃい、モモンガさんいらっしゃい、まず、皆さん私の足のサイズをご存知でしょうか。お持ち前の彼氏さんいらっしゃい。立ち見ごめんね、今日見れないんだけど、録画で、立ち見のコメントをね、録画してもらってるので、リスナーさんに、あ、後ほど見たいと思います。マーチンマンボさんいらっしゃい。私の足のサイズ正解 24.5、綾瀬はるかと一緒の 24.5cm の靴をね、取ってきましたので、今から履き替えたいと思います。あーあー今日の靴下はちょっと汚れ気味です。ちょっと汚れ気味です。臭い。なんかついてた。私スニーカーみたいなやつなかなか履かないからさ。はあ、酸っぱくないから。酸っぱくない。洗濯を1回ぐらいしてる。1回してなんか寝かせておいたやつだから。なんで急にゴルフなんかかっこいいからみたいな。見て、どう、強そう。強そう。カメラワークがちょっと悪いですね。見え。で、なんかね、手袋があるんで、なんかゴルフって手袋すんの？ゴルフって手袋すんだね。なんかいっぱい用意しちゃってさ、いっぱい用意しちゃって、なんかちょっと染めてみますわ。なんかこれピンクの線がついてる。あ、するんだ。男の接待ゴルフ、いや、わかんない。なんかね、なんかここいっぱい入ってる。滑り止め？ちょっとしていきまーす。ちょっと待って、
マジックテープ閉まんないんだけど。ちょっと足も手もでかい。ちょ、男用するか。なんかここかろうじてくっつくみたいな。かろうじてくっつくみたいになってんだけど、片手でいいのか。じゃ あ、白があるわ。白がこれ男性用かな。これ男性用か。奥まで入れるわ。奥まで。あ、入った。いい感じ。男性用かな。あ、くそ。いや、くそ。よし、これでやっていきたいと思います。なんかね、こうなんか今地図が見えてると思うんだけど、なんかゴールにとりあえずなんか適当に入れればいいみたいな感じだよね。利き手にする、あ、利き手にするのこれ。私右手だ。利き手、右手どれだろう。いや、これ利き手にするの。え、ゴールじゃないのこれ。え、これ利き手にするの。なんか全部左なんだけど。え、全部左だよ。え、全部左、全部左。あ、左でいいの。あ、そうなんだ。左でいいのか。よし、左で行きます。なんかいっぱいさ、え、いっぱいなんかさあるんだけど。これどれがいいのこれ。なんかいっぱいあるんだけど。ドライバー？栗みたいなやつ、これやん。栗。まずはでかい方で打つ。7番が基本？どこに書いとんそんな。これ女性用って言われたけど、店員さんから。7番とか書いてないよ。それでかいので打てばいいのね。最初はドライバー？これはない。7番とかどこに書いとん？あった7番。7番あった。7番あった。あ、初心者7なんだ。これ7って書いとる。あんたらよう知っとんね、こんなん。あんたらなんでこんなん知っとん。よし、じゃあ打っていきます。見える？私の靴があるんだけど。見える？もうちょっと上か。見える？ OK？ 見える？初心者初めて。じゃあ打ちます。もうちょっと下から。玉が見える。これでいい。玉見えてる。 OK？ OK OK。 じゃあ行きます。もうちょい下げろ。 OK？ 了解。行きます。リプレイされたよ。リプレイ。2番プレイヤーの番ですって。2人用になってる。2人用に。じゃあもう一回いきます。やHa ha ha!
いしないで。足の幅が広い。足の幅が広い。刻む、どんだけ刻むんだ。もうちょっと強めにいっていいのか。わかりました。もうちょっと強めね。足広げすぎなんで、ね、これぐらい。ね、木の中に入ったんだけど。ね、木の中に入っちゃったんだけど、どうしよう。 木の中に入っちゃったんだけど。肩幅、あ、肩幅か。泥に入ったんだけど。え、何バンク？一番プレイヤーの番です。何？泥に入っちゃったの。泥に入っちゃったんだけど、ちょっと。何バンカーって。バンカーって何？何バンカーって。いいやつ？泥？何？泥じゃないの？な、何あれ？とりあえず次行きます。わ、いいよ。いいじゃん、いいじゃん。フェアウェイ、2番プレイヤーの番です。いいじゃん。猫砂？バンカー知らん。あ、ちなみにこれアイスティーです。アイスティーです。これ見えた？あーおーあーさてでした。かごいの皆さん、残念でした。偽版入ってます。さてでした。バーカバーカ、あーバーカ、恥ずかしくないとそんなこと言ってて。ねーで、全パンツじゃないんですけど、パンツ見たことある？見たことないよね。だって童貞だもんね。いきます。あ、マジか。どっちも同じぐらいだ。どっちも同じぐらいだわ。どっちも同じぐらい。いきます。緑に入ればいいんだよね。ってことはちょっとずらして、いいやん、なんか慣れてきたかも。なんかちょっと慣れてきた。風を読め。何、風とか関係あんのかな、これ。これ風とか関係あんの。上手くなってきたね。棒の上に乗せろ。これでいいですか。ゴールの場所分かってる。月曜の夜にやろうだし、私土日仕事なんですよ。じゃあこれでいきます。で、棒の上当たんないって。
ろう。ボール後ろに来たんだけど。ちょっとボール後ろに来た。いや積んでるんだけど。うまいな、煽りすぎだろ。壊れないよね。ちょっと、ね、全然進んでないんだけど。2番プレイヤーの番です。ね、全然進まないんだけど。姿勢が悪い。ねえ、痛い。打ったんだけど。痛い。打ったんだけど。楽しめ。痛い。風を切ってるわ。風を切ってる。ゴルフボール投げろ。あ、頭いい。あ、いけた。いけた。あ、一番何ダブルフォアって。いけた。手で投げて、いけた。ダブルパーって何？不正ってこと？ダブルパーって不正ってこと？不正ってこと？不正？ズル。ナイスショット。留年ってこと？不正ってことなの？え、バレるの？え、バレるんだ。試してみようよ、なんかいくつか。いくつか試してみようじゃ。いや、これで打ったら。これで打ったらどうなるかな。これこれダブルパーになるかな。これ不正って言われるかな。これえ、なんかコロコロ。すげえ長えコロコロあるんだよ。ほら、すげえ長えコロコロあんだよ。あれ、すげえ長えコロコロがある。掃除用具。やってみるか。ゲートボール。1ミリも進まないんだけど。1ミリも進まないぞ。やばい。30秒前の記憶をなくしてください。30秒前の記憶をなくしてください。やばい。あれ、一番プレイヤーの番です。ああ、1番プレイヤーの番です。できないんだけど。全然小ぶりすぎる。また泥に入っちゃった。また泥に入っちゃったんだけど、当たるよ。確かに当たるようにはなってきた。誰当たるようになってきたとか言ったの。誰。ねえ、当たんない。一番プレイヤーの番です。ねえ、できないんだけど。できない。体で打ちに行け。体で打ちに行け。背筋を伸ばせ。
左右に揺れてる。かしこまりました。ねえ、もう終わった ねえ、ちょっともういや最低。なっちゃった。最悪。不思議。風も海もみんな息をしてるのね。不思議。不思議。ぶっさ。大丈夫です。ありがとうございます。あ、はい、かしこまりました。ありがとうございます。見られた。見られちゃったんだけど、えみたいな顔されたんだけど、私だってここに座ってんだよ、だってだって私ここに座ってんだよ。あれ絶対おかしいと思う、絶対おかしい人だと思われた、絶対おかしい人だと思われたんだけど、ゴルフの部屋なのにさ、で芝生に座ってんだよ、ど真ん中に。この辺で終わりたいと思います。皆さんでは今日の放送のまとめに入りたいと思います。今日の放送で印象に残ったことや今日の放送のコメント、感想などをコメントしていただければなと思います。それではお願いします。せーの、ドン。楽しかった。ドロブス下手、ゴルフ下手、コロコロ、なんか7番でも打てない人初めて見た。唐突に終わる。ジブリマイン、手がでかい、手がでかい。若顔が丸かった。ドロー、今日からあなたは芝生ちゃんです。エタマイ、ゲートボール、おもらし、
でかいのは顔だけじゃなかった。でかい。今日の放送のまとめは、でかいのは顔だけじゃなかったでした。それでは今日はご参加いただきたいと思います。ラナの合図はおつまいんで、皆さんご一緒に、せーの、おつまい、バイバーイ、バイバーイ、おつまい。私をホールインワンして。